はいどうも、妖怪三国志軍とりょうず今回もやっていきます。今回はね、アーマーテラスガシャやりたいと思います。レベル5コインでね、メインアカの方ですけど、こっちね無課金サバカの方なんですけど、転生エンドが2連発仕上がりやしてちゃんと言えてないな。いやびっくりしたな。こっちのアカウントで出てほしかったな、持ってなかったから。ということで、ただね、転生エンドを我慢したので、うまいこといきましたね、アマテラス。私、スノーラビー両方とも持ってないので、転生の方ね。この必殺 30% がマックスバフなんだよね。だから前衛バフで、しかもね、陽気ゲージ 30% ありつつ、しかも回復もしてくれるというね、いいんじゃないでしょうか。これ、しかもバトル開始力アップもあるんで、まあ、今後、ハイスコアチャレンジとかね、まあ、ちょっと転生だから使い道どうかわかんないけど、まあ、あと国取りでね、国取りのダメージってね、バフ力と揚力有効みたいなんで、まあ、バフでね上げられるだけ上げるといいんじゃないでしょうか。しかも私の好きなね得意種族にダメージアップがあるんで、まあ、スコアタとかでもね、前衛中心のスコアタだったらもうレギュラーだよね。後衛は花嫁つくよみとスピーチ姫だけどね、前衛はスノラビとね、このアマテラスサンタが今後この世界をね引っ張っていくんじゃないかなっていう感じですかね。食べ物も別に普通だし、限界突破は守りアップを受けた時に攻撃速度アップとか、必殺技に前衛の陽気ゲージ上昇の効果追加とかね、まあこの辺はまだ私は先だけど、強い人がどんな感じするかな。回避も結構高いよね、力も割と3000で高い。まあこれはね別にいいっすよ。はい、バフ頑張ってくれれば。なんでいきましょう。であとね、小生ソルカもめちゃめちゃパワーアップしたよね。特に5凸になったらね、あ、違う、3凸だ。取り付くにお守り追加って書いてあるんで、まあ、3凸になったらね、史上初じゃないかな。前の動画でも言ったけど、打ち消しガード超過後お守りがね一気に発動するっていうのは初なんじゃないかな。わかんないけどね。はい。まぁ、ちょっと最近、あれ、カイラとかもあれか。限界突破入れれば、あれなのかもしれないな。じゃあちょっとストーリー見ていきましょう。いやー。アーマーテラス、都市がいる。杜氏って書いて都市。秘宝妖怪。そうだったっけ。まあでもモンゲーさんがね、生放送でアーマーテラス使ってね、難しいイベントをクリアしたっていう思い出がありますよね。早く出てくるにゃんっていうことね。アーマーテラスと、アーマーテラスじゃないんだよね。アーマーテラスだね。でもアーマーテラスとかけてんだよね。私とは関係ない。その通りだよね。クリスマスってなんで日本は盛り上がってるのかよくわかんないけどねでもね、私香港で働いてた時、クリスマス休暇ねあって、あの時ねインドに行ったんですけどね、インドね霧で最悪でしたね。なので12月下旬にインドに行くもんじゃないですね。タージマハール見れなかったんだよなホッグっていきなり来て、ね、やりましたね。もうタクシーで死ぬかと思ったね、前が見えなくて。はい、全然関係ない話しちゃ、あ、じゃねえよ、クリスマスの話だね。やっと出てきた。これいるっていうね、本当に大変失礼なんだけど、これの開発するんだったらなんか本当ごめんね。なんか、なんか、はいっていう感じします。エンラエンラ紳士サンタもね、取り付く優秀ですよね。いわゆる全能力アップと超過後ね、ヒットポイント50でね、これ意外にCPU 防衛にいてもね、すごいめんどくさいというか、嫌な、厄介な妖怪で、前、エンラエンラって結構厄介な妖怪出てるよね。4.5% なりまして、20連ね、回したいと思います。で一応ね、無料の方もね、やりたいと思ってます。ノルカソルカね、強いんで、このノルカソルカサンタ強いんでね、回したいと思ってます。なんで、超ガシャチケットね、最近、レベル5のやつで配ってくれて、
三枝さんのやつもねこの前配ってくれたんで、あ、もう受け取っちゃったか。あとはこの前のねキャンペーンで、そう、私ほんと失敗したわこれ。レベル5コインでワンチャン狙うのもよかったかな。あ、もう交換したっけ。あ、交換したね。はい。で、あとね、お楽しみガシャとかこう課金してる人は、これ無課金だからなんだけど、課金してる人はね、よくしてるよね。もうショップでも交換が、これね、できるって感じかな。はい、じゃあ行きましょう。あと今、ジバニャン金貨も、あれだね、貯めとかないと使えないよね、あとでね。じゃあ行きましょう。ごめんなさい。20連やりたいと思います。多分次がスゴロクイベントで、その次がね5周年で、だから次の次は5周年でね、うん、なんかすげえ妖怪に、対抗棒みたいなね妖怪が来るんじゃないかなと思うんですけど、こっちのガシャ20連いきましょう。メインヤカはさ出しちゃったからな。メインヤカどうすっかな。メインヤカはどうしよう。で、初心者の方によく言うんですけど、無料ガシャの方をね絶対宝珠を使ってやってはいけないですね。それはダメ絶対。ジュニアだ。お、いいね、金太郎にはいいね。さあこれで確定ですね。や、我慢してよかった。これはもう絶対いるやつですね。普段あんま言わないですけど、もうとにかく絶対にいる妖怪です。なので私このアカウントスノラビーゲットできませんでしたが、これは絶対見ますね。スコアタ、討伐戦、いや、ランカップ、何でも濃いですね。万能妖怪です。いいね。おお、ゼロとかす。ベストプライド、いいね。おお、幻獣100個。これは映画でも出ましたね。はい、というわけでね、アーマーテラス都市サンタゲットです。飛び出してきました。閉じこもってるつもりでしたが、クリスマスも悪くないですね。あなたと一緒に楽しみましょう、ということでアーマーテラス都市サンタ初ゲットです。やったー、嬉しい。プリチー、プリチーってたまにこういうね、この前のくくり姫もそうだけど、たまに来るよねこういうのがね。ということでゲットなんですが、一応ねノルソルサンタとかいいので、チケットがねマイルで交換すっかな。マイルがちょっと前月交換しとけばよかったな。10連チケット、まあでもいいか、とりあえずこんだけでいいや。来年ね多分5周年の時に、あの無料ガシャ10連とかあるんで、またマイル貯まると思うんですけどね。で、一応こっち、あ、そうだ、ストーリー2も見ましょうか。どうしてサンタの格好してる？クリスマスには参加しないんじゃなかったって。参加はしないつもりでしたが、どういうものかと気になって一人でサンタの武装ですが、二人楽しそうにクリスマスの話をするのでついてきてしまいましたね。うん、なるほど。海外はね、クリスマス休暇はあるけど、年末年始がね、あの、元旦しか休みじゃないんだよね。だから日本、まあでもな、私の行った香港はすごい、ブッダの日も休みだし、クリスマスの日も休みで、変な国だったけど、ね、日本が休みなのに、お正月しか休みがなくて、私が行ってた時ね、確か土曜日、日曜日か土曜日元旦だったんだよね。だから全然意味ねえよっていうね、そんな感じでしたね。クリスマスの思い出はだからね、私はそのインドなんだよな。ということで、こっちの無料の方は本当毎回言うんですけど、絶対宝珠を使って、あ、こっちじゃ有料だ。無料の方はね、宝珠を使っちゃダメですね。なんでこっちは非常に転生がね、もう 0.1% っていう本当ひどい数字、こんなのありなのかって思っちゃうんですけど、こっちね初心者がね宝珠使いがちなんだよね。それ本当やめてくれって感じだね。
じゃあ60連で調整確定なんで60連いきます。お、いいね。どっち来るかな。結構最近すり抜けて、前回のあの遠藤誰だっけ、チャップガシャでは5、6回すり抜けたんだっけ。まあとにかく60連で調整遠藤出なかったよ。お、いいね。さあサンタ、おー、いきなりすり抜けた。知ってるよ、すり抜けるんだろう。また、まあでも60連でね。あ、ちょっと待って、あと40連で確定か。10連だけ回したんだ。そうだ、動画撮ったけどお蔵入りしちゃったんだな。そう、なんかコインでさ出ると思ったんだよね、レベル5コインでチャップかエンド。そしたら終わったら出やがったっていうね。あれがあれば300以内入るからな。この辺はちょっといいや。さあ行きましょう。あと30連か。もともと50連確定まで来て、10連前回回したんだ。来い。あー、ちっちゃい。あ、でもジバニャンいるから小生以上だ。ジバニャンがいたらね、小生以上なんですよ。転生でもいいよ。 0.1%、 さすがに 0.1% はねえか。さあここでちょっと調整ノルソルサンタ欲しいぞ。すり抜けはもう1回で十分だけど。おお、いいね。天の弱、天の弱懐かしいな。ウキウキペディアでね、うちの少年がずっと天の弱使ってたな。おお、エンラエンラの方か。でもエンラエンラするしサンターゲットです。いいね。まあでもこれで確定の時にノルソルが来てくれれば。おお、これ仲間から超もらったね。めっちゃくれたよ。さあ行くぜ。これはダメだ、ジバニャいないね。おお、火の鳥だ。秘宝妖怪だね、これこそ。秘宝妖怪エンブレムって火の鳥も持ってたよ。火の鳥、なんだっけあれ、なんとかポット、妖怪ポットってなんかあったよね昔。さあこれで確定ですね。すり抜けないでほしい。いやー、サンタ欲しいぞ。頼むよ、転生でもいいよ。さあ一応確定。このガシャは宝珠絶対使っちゃダメです。転生は出ません。さあ、おお、いきなりジバニャン。しゃあ、俺このジバニャンシャドウのこういうものはね得意だったんだけど、もう忘れちゃったな。頼む、サンタ。あー、難しいの。はい、まあでもね、こんな感じで。こっちのガシャはね、宝珠マジ使っちゃダメですね。なんでちょっと本当は小生ノルソルサンタ欲しかったですけど、まあいいか、メイヤカの方ではゲットしたいなと思います。一応ね、軽く見て終わりにしましょう。アーマーテラスと大辞典の方で見ましょうか。よいしょ。力、アーマーテラスのくせに力が強い。力ベスト10ですね。で、まあさっきも見た通りだね。で一応コメントで、世界を優しく照らす女神アーマーテラス都市、祝祭を邪魔してはいけないと洞窟に閉じ込みながらも少しくらいはクリスマスを楽しめればとサンタの武装をしてみたらしいということで、はい、可愛いじゃないですか。で、とにかくでも守りの群馬、ま、守りの妖怪だよね。まあでもいいでしょう。ぶつかりが60もあるんだ。へえ。まあとにかく国取りとかでももうとにかく万能でね、どんなあれでもいいですね。で、あとは不思議のエンラエンラさんね。いやー、ノルソルゲットしたかったな。これが
これもいいよね。これも国取り向きかな。守りダウン、打ち消し、技封印とかあるからね、防衛で使いたいって感じかな。超過護と、うん、電能力アップ、まあ打ち消しガードとね、妖怪と一緒に使って防衛張るのがいいのかな。1体もあるしね、うん、敵で結構出てきそうですね。うん、1体があって風アップで、はい、いいんじゃないでしょうか。回避も高くてね、揚力も2600だから、かなり調整としては高い方なんじゃないかなっていう感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、揚力ランキングでもね、2枚目にいるからかなり育ったら強いですね。あ、限界突破のとこ見てないな。限界突破は注目妖怪にもなるんだな。本当に、まあ本当に国取り用って感じしますね。はい、すいません。またお会いしましょう。さようなら。やった。バフ妖怪ゲットしました。とにかく重要なバフ妖怪は全部ね、ゲットしましょう。大切な妖怪は、このスピーチ姫、花嫁つくよみ、そして本当はいないけどスノーラビー、 S ランクだとこれですね、花嫁、これも 30% でミッチーも 30% って感じですね。はい、それではバイバイ。